さあ、ランサル会の三国天武道会でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は今見ていただいている豊漁船の検証動画になるんですけども、僕今までの動画で再々言ってきたんですけども、仮に画僚諸葛にこの豊漁船を装備させたとして、で、この重ね掛けスキルを打つたびに攻撃力が上がっていくという効果ですね。これが一回死んだ後ってまたリセットされるのか、それとも攻撃力が上がったまま継続されてるのか、これがよくわからないけど、検証を言っても難しいからここら辺はちょっとできないですねみたいなことをお伝えさせていただいてたと思うんですけども、なんとですね、こちらの検証をやってくださった方がいるんですよね。ありがとうございます。それでリプの方を提供していただいたので、そちらの方を今回は紹介していきたいかなと思います。で、検証してくださった方はこちらになります。はい、こちらの天下のウルフ城さんで副団長を務められている八坊さんにご協力いただきました。どうもありがとうございます。かなり困難な検証で、試行錯誤の回数もかなりいってるということを聞いております。難しい検証と僕も思いましたからね、それをやってのけてくださってるんでね、本当にありがたいです。でですね、天下のウルフ城さんって言ったら、まあ言わずと知れた軍団ですよね。ウルフ北川さんが軍団長を務められてて、で、あと結構ね、YouTube に動画上げてる方が多い軍団でもあるんですよね。ひみさんとか、あと、ヨタさんとかかな、が、動画を YouTube に上げてるということで、3人も YouTuber が在籍している軍団ということになってるんですよね。そこで、副団長を務められているということですね。なんで、ちょっと今人数が減ってるみたいなんで、おそらく、軍団員も募集してるんじゃないかなと思います。またこう動画のリンク的なのもね、貼っておきますので、よかったら見ていただいて、面白い軍団だなと思った方はですね、ぜひ入団してみてはいかがでしょうかということですね。で、その今回の検証のやり方なんですけども、まずですね、ちょっとリプ見てもらった方が早いですかね。はい、こちらですね。はい、画僚諸葛が出て雷に切り替えてます。で、宝珠倉庫をこんな感じで撃ったんですけども、壊れてないですよね。これは、豊漁船を装備してるのは、まあ当然なんですけど、豊漁船の1回目のスキルだったら、この宝珠倉庫っていうのは壊れないですよというのを示してくれてるリップなんですよね。そしたら次のリップ見ていきましょう。はい。1層獲得した状態で5雷にスキルを打っております。これ今壊れなかったので雷で追撃して壊したということになってるんですね。で、2層目のスキルです。はい、2層目になると壊れるんですね。これはしっかりとスキルダメージが重ね掛けされているということですね。で、1層目で打ったスキルで5雷が壊れなかった感じになってるんですけども、一応ですね、この5雷っていうのは宝珠倉庫と耐久値をほぼ一緒にしてくれてるということなんですね。なんで、ここのリップだけ見てもこう1層目では壊れないですけども、2層目だったら、壊れるというのがですね、ご理解いただけるんじゃないかなと思うんですけども、一応まあ宝珠倉庫だけ打ったリップというのも1回目に見ていただきました。そしたら次のリップなんですけども、画僚諸葛が死にます。死んだ後に壊れるのかっていうところを見ていただきたいんでね、こっからが本番って言うても過言ではないと思います。ご注目ください。まず天意を出して画僚諸葛にスキルを出して、1層目ではこれやっぱり壊れないですよね。で、死にました。で、この5雷を壊して、次2層目なんで壊れるはずですが、どうでしょうか。はい、壊れないんですよね、これね。つうことは、死ぬと、その、豊漁船のスキル範囲、間隔か、12秒以内に撃てば、その、重ね掛けできるということになってるんですけど、いくら12秒以内だったとしてもですね、死んでしまうと、また1層目に逆戻りというのがですね、今回の検証で実証されたということになってるわけなんですね。ちょっともう一つ見てもらいたいリプがあります。はい、挑戦にしてますね。はい、死にました。で、即生き返らしてスキルを打っても壊れないということで、感覚はこれ関係ないということになってるんですね。もちろん3つ目に見ていただいたリプでも、その発動感覚っていうのはきっちり
その豊漁船の12秒だったかなの感覚になるように調整はしていただいてるんはいただいてるんですけど、もう 2,3 秒しか経ってなかったとしてもあんな感じで、言ったらこうスキル感覚が短いにもかかわらず壊れないということで、重ね書きが一層目に逆戻りしてるというのが分かりますね。でちなみにこれ今見ていただいた12秒という感じで書いてますよね。12秒間持続と最大3層まで重ね掛けという風になってますけども、一応八坊さんですね、こちら真ん中の永続ですね、豊漁の持続時間が3秒延長、こちらの名分スキルもつけた上でやってくださってるので15秒間隔ということになってるんですね。なんでもし死んでも継続すると重ね掛けが維持されるっていうことであれば、間違いなしにさっき宝珠倉庫に向かってで打ったカメラリスキルっていうのは重ね掛けされた状態であるはずなんですよね。けど重ね掛けされてないせいで、宝珠倉庫は壊れなかったということで、死んでしまったら全てがチャラになってしまうということなんですよね。これは結構ショックでした。僕自身五分五分かなと思ってたんですよ。どっちになるかなっていうところだったんですけども、ネックとしてはその言うたらガリオ諸葛がスキル打って即死なして、でさらに復活した時に狙ってほしい施設っていうのをきっちり狙ってくれるっていうのが、どうしてもこう検証が難しいなって思ってた部分はあるんですよね。でうまくこう死んでくれへんかったら12秒以内にスキルが打たせられないと。で僕一応この豊漁船持ってるのは持ってるんですけども、この永続のスキルが発動させられなかったのでってなったら、まあちょっと検証は無理だなっていうところだったんですけどね、やってくださいました。本当にありがとうございました。これはめちゃめちゃ貴重な情報なんじゃないかなと思うんですよね。まあ仮に運営さんに問い合わせて、豊漁船の重ね掛けって死んだら一回リセットされるんですかって聞いて、リセットされますとかされませんとか言うたとしても、それが全く信用できない状態なので、こうやって目で見て分かるようにしてくれんかったら、結局この三国天武の仕様っていうのは分からないというところがあるんですよね。なんでこういった検証っていうのは唯一無二だなと僕は思っております。本当にありがとうございました。何回も言うとりますけども、ちょっと感動したレベルでね、見事な検証だなと思ったので、ちょっと何度もお礼の言葉をお伝えさせていただいてるわけなんですけどね。でてなったらこれどうなんだろう、豊漁船っていう気がしてきますよね。仮にまあ画寮諸葛につけてたと仮定するとしますよね。で一応スキルバンバン重ね掛けしていけば火力っていうのは相当高くなります。その 12.4% の上昇、重ね掛け3層までなので、37.2% まで、火力が上がるんですよね。でさらにこの超越をつけると追加で1層重ね掛けが可能ということなので 50% 近い数字が出るということなんですね。なんで火力のマックスって言ったらこれ豊漁船が最大なんですよ。他の、専用神器なんかを見てみても、この言うたらスキルダメージが 32% 上昇でとどまるんですよね。でまあこの火柱に命中された標的は進化ダメージが5秒追加されるとか、まあこういうのはあるんですけども、結局そのスキル単体での火力っていうことを考えると、この豊漁船が一番なんですね。この架空船とかでもマックスで 24% ですから全然違いますよね。なんでここがいいなと思われる方っていうのは多いんじゃないかなと思うんですけども、画寮諸葛の運用方法を考えるといかがなものかなという気がしてきますよね。っていうのが、その画寮諸葛って復活して即スキル打ってもらって城にダメージを入れてもらうとかいう使い方をハイブリッドですると思いますし、地上戦なんかでもこう武将をね釣り出すときに画寮諸葛を出して、で一回死ぬも一応前提に置きながら使ってるみたいな方が多いんじゃないかなとリプなんか見てても思うんですけども、死んだらまたスキルダメージが 12.4% しか上昇しない状態からのスタートっていうことになったら、安定してこう 24% を叩き出す架空戦の方がいいんじゃないのかと。これほぼ倍ですからね、スキルダメージが、スキルにかかるバフの数字っていうのが倍になるんで、架空戦の方がいいんじゃないかなという気さえしてきますよね。僕自身こう復活して即スキル打って城にしっかりダメージを入れてくれると、この辺を非常に重要視したいなと
考えてたので、画料諸葛につけるっていうことを限定して考えるなら、この豊漁船っていうのは若干きついんじゃないかなというふうに思いましたね。実際あのうちの軍団にいらっしゃるね、総派の常連の方なんかもですね、画料諸葛に豊漁船ちょっと微妙だなとおっしゃってる方もいらっしゃったんですよね。ただちょっと根拠がその使ってみた感覚という部分だけだったんですけど、こうやって一回死んで復活した時に重ね掛け状態になってないっていうのが、その理由の大きな一つになってるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあこの豊漁船って神器としてはどうなのか、カスなのかと言われたら、僕は決してそんなことはないんじゃないかなと思うんですよね。でこの12秒間っていうことなんですけど、あの僕が持ってる周遊なんかだとスキル発動間隔が10秒なんですよね。なんでこの言うたら重ね掛けが切れるっていうことは、大体凍らされたりとかいうことが起きん限りはどんどん重ね掛けしていってくれるっていう感じなんですよね。でこの周囲のスキルっていうのは何回も撃ってもらうことを前提で出撃させてもらって出撃させてると思います。でさらに外側を壊すのは割と時間かかってもいいんですけども、問題は中に入ってきた時に中にある硬い施設、まあ、御来とかね、煉獄、憑依台、金庫台、あとまあ諸家神道なんかが中に入ってる場合もあるでしょう。もちろん武将も中にいますから、この言うたら火力がマックスまで上がっている状態、まあ4層まで重ね掛けされているような状態で真ん中にスキルを打てれば相当な火力が出るんじゃないかなと予測されますよね。でスキル間隔がこんだけ短い周遊だったらですね、死なん限りはしっかりと重ね掛けした状態で中でスキル打てるんじゃないかなと思うんで、僕は大いにありなんじゃないかなと思うんですよね。またこちらの月影ですね、言うたら発動間隔が15秒になってるわけなんですよ。なんで豊漁船の数字ギリギリになってるんですよね。ただ今ってこの15秒しっかりかけてスキル打つ機会って言ったらほとんどないと思うんですよね。理由としてはやっぱり神器じゃないわ、馬のスキルですね、インバなんかがついてるとスキル回復速度っていうのは上がりますし、画料諸葛と一緒に出しててもスキル回復速度っていうのは上がります。でさらにこの神器のここさっき見てもらった、名分スキルですね、はい、こちらここか永続ですね、豊漁の持続時間が3秒延長ということになってるんで、15秒に1回打てりゃいいっていうことになってるんで、まあ月影がちょっと歩いたりだとかいう感じでスキル発動のタイミングが遅れたとしても多分重ね掛けが切れることはないんじゃないかなと思うんですよね。でさらに援軍処理なんかをやってる時に中にスキルを叩き込みたいってなったらやっぱり火力が欲しいということなので、でさらにね外側の施設を壊す時の火力って大して必要じゃないかなと思うんで、問題は車がね中に入ってきた時に中の施設にいかにダメージを入れられるか、この辺が大事になってくるんじゃないかなと思うんで、画料諸葛につけずに周遊とか月影につけるんであれば、この豊漁船バリバリ活躍できるんじゃないかなというふうに僕は考えております。なんで一応ですね、専用神器を作る覚悟がある人っていうのはもちろん専用神器を作った方が絶対に強いは間違いないんですけども、特にこの画料諸葛の専用神器とかこの月影の専用神器って専用神器の中でも割と強い方なんじゃないかなと思うんですよね。なんでこの2つを手に入れるってなったら、まあただ大変は大変なんですよね。あの言うたら担保こちらですね、真ん中の短期担保で10連回したら必ず、専用神器の図面が当たるとこの右上のね、専用図面ドロップというのに確か画料諸葛と月影の専用神器で出てこなかったんじゃないかなと思うんですよね。なんでこの周囲の専用神器のこの図面に比べたら全然取りにくいということになってるんですよね。でまあ僕周囲は完成させちゃってますけど、もしこう専用神器一切作らないよっていうことだったら、例えばまあ豊漁船を周囲につけて、で架空船をそうですね月影につけてで天宮船を画料諸葛につけるみたいな点も十分に考えれるんじゃないかなと思うんですよね。これでかなり、スキルとの相性っていうのがバッチリ噛み合うんじゃないかなと思うんですよね。まあもちろんこの天宮船と架空船は逆にしてもいいんじゃないかなと思うんですけども、そうですね、この言うたら
天神で獲得したスキルダメージ、ここか。どれだ、味方武将のスキル全部が 16%、まあ、付近のということになってるんで、結構その画量諸葛とか周遊っていうのは中に一緒に入ってくることあるんですけど、月影って遠くからね、売ってるっていうケースも結構考えられるので、画量諸葛で天狗でいいんじゃないかなと思うんですけどね。で、追加で 6% 上昇なんで、22% まではスキルダメージ上がりますので、この架空戦と 2% しか変わらないんですよね。で、さらにこの架空戦の場合は、スキル発動後に体力が回復したり、スキル発動後に、シールドを貼ったりっていうことがあるので、援軍処理をやってる時の事故率っていうのをね、下げることができるんですよね。っていう面を考えても、やっぱり天狗戦を画量諸葛で、架空戦を月影で、放量戦を周遊っていう使い方は、ハイブリッドに関してはいいんじゃないかなというふうに僕は思いました。はい、非常に貴重な検証ありがとうございます。これで僕も組み立てができました。で、皆さんも迷ってる方っていうのは、これから育てる神器の目安になったんじゃないかなと思います。で、ちなみに僕は放量戦と天狗戦どっちを育てる方がいいか迷ってたんで、先に出た方を育てようというふうに考えてたんですけど、放量戦が先に出たので、こんな感じでレベル40まで育てて、てで、もうランクアップ一歩手前というところまで来てますが、ちょっとここで断念しようかなと考えてるところなんですよね。一応こう天狗戦も出たんで、未練がましく持ってたんですよね。本当に合成してしまわなくてよかったなというところなんですよね。ただここまで育成したらもったいないですよね。ただこの言うたら架空戦が今レベル11の、神器スキルになってるんですけど、これね、12に上げようと思ったら、青の神器やったら 40% とかしか出ないんですよね。ちょっと見ていきましょうか。一回外しましょう。放量戦を外してですね。で、これで合成していくとしたら、この天狗戦、あ、45% かとかだったら 45% か、この干渉権なんかも 45% なんですけど、こっちになったら1段階進んでるので、はい、一気に 80% になるんですよね。なんで突っ込む価値はあるんじゃないかなという気がするんですよ。これ2個使って上がらんかったりしたら、結構この放量戦を40までするぐらいのその材料費っていうのはかかってくると思うんで、まあ厳密に計算してないので、どれくらい変わってくるかっていうのはわからないんですけど、とりあえずはですね、この放量戦を育てるのを一旦やめて、で、天狗戦を育て始めて、で、放量戦と同じぐらいの数字が叩き出せるぐらいになってきたら、この放量戦をこの架空戦の餌にしてですね、このスキルダメージ 24% しっかり上がる状態にしたいかなと思っております。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。